安藤妻三郎、1901年12月東京生まれ。11世片岡仁左衛門の内弟子となり、数々の巡業芝居を経て、後に座長となり、牧野映画に入社し、念願の時代劇俳優となった。特に1925年に沢田正二郎が主演した、国定忠治の沢田の立ち回りを見た番妻は、剣技に目を開いたと言われるくらいの変革期を迎え、オロチという驚異的な大ヒットを生み、番妻の生涯の代表作となった。また、番妻の芸の打ち込みようは徹底しており、それは近親者すら断絶するほどの徹底ぶりで、一旦室内へ引っ込んでしまうと、孤高のごとく、その役柄に取り憑かれたかのような熱気が垣間見られたという。息子の田村隆弘は、在りし日のそんな父を思い出しながら、すでに剣劇スターであった父は、仕事に没頭すると同時に、とてもシャイな人で、節の対話はほとんどなし、僕らは親子断絶の元祖みたいなものですよ、と振り返る。番妻は常に先を行く存在であった。それは彼が番妻プロを設立し、オロチというヒット作を作れば、あたかもそれを手本とするかのように、我も我もと、知恵蔵、歌右衛門両音隊やアラカンらが、次々と自らのプロダクションを設立し、両作を手掛けた。無声映画に新しい新風を与えた、オロチは、沢田正二郎の立ち回りに影響を受けた番妻が、さらに迫真の大立ち回りを演じた新しい時代劇だったのだ。時は大正14年、NHK が日本初のラジオ放送を開始した年であり、そして普通選挙の実現に向けて、治安維持法が公布された年でもあった。さらに台頭してきた左翼思想の影響が、映画にも色濃く残っており、検閲でフィルムが削除されるなど、何かとこの映画の主人公さながらの社会に対する反抗を試みた傑作時代劇となった。特にラストの若侍、栗富平三郎が反逆者となって権力者への乱闘を展開するシーンは後世の語り草となり、そのクライマックスに見せる番妻の悲壮感漂う、独特の構えと大立ち回りが、多くの観客を魅了し、剣劇スター番妻の人気を不動のものとし、オロチはその時代を反映した作品となった。